前職は何をしてましたか？前職は学生からなのでないです。シフォンの他にどんなサロンを見てきましたか？はい、私は 1,2 年でデビューできるサロンがちょっと技術力的に怖かったので、3年くらいでデビューできるサロンを探しました。なんか確かに最近早くスタイリストになれるっていうサロン、はい、結構増えてるけど、はい、やっぱりもう少しね経験とかね、そうです、行きたい気持ちはある、はいはい。まあ、あとは人間関係を大事にしたかったんですけど、うん、上下関係もありつつも、うん、アットホームなサロンを探しました。うーん、あ、それでシフォン見つけてくれたんですね、はい、ありがとうございます、はい、結果なぜシフォンがいいと思ったか聞いていいですか？はい、サロン見学に来た時に、うん、先輩たちがすごく仲が良くて、うん、それで先輩たちもすごく親切にお話ししてくれました、うん、はい、あと3社見に行ったんですけど、うん、30、40分全員と話せたっていうのはシフォンだけだったので、うん、それで魅力をちょっと感じました。へえ、他のところはそんなに長くないんだ？それ大体10分とか10分、長くても15分20分ぐらいで、忙しい感じがして全員とは話せない。あ、そうなんだ。でもね、これからね働くかもしれないからね、ゆっくり見学したいよね。はい、あと、うん、アシスタントのうちから、うん、説明力を身につけてからスタイリストデビューするっていうのが、うん、他のサロンじゃなかなかできないことなので、それにも魅力を感じてシフォンを選びました。へえ、はい、なかなか難しいもんなんだね。そうなんです。でも自分のペースとかね、自分の環境あったところって大事だから、はい、ね、じゃあ実際に入社してみてどこがいいと感じたか聞いてもいいですか？はい、カリキュラム制度が少し早くなったのが良かったなって思いました。うん、営業中にオーナーのところに行って、うん、マンツーマンで練習会を開くことができるので、で分からないことだったりとかを瞬時に聞けるので、すごくペースも速くなって、私も実際にカリキュラムは実際のやつよりも結構速くスピードアップできてるので、すごくいいかなと思いました。はい、あとはその説明力をアシスタントのうちから身につくことができるんですけど、シャンプーやトリートメント、ブローなどの説明をアシスタントのうちから身につけるので、スタイリストデビューも安心してすることができます。あ、実践って大事だもんね。はい、最近入社した当初と比べてなんか経験が生きてきたなと思うこともある？あ、あります、あります。やっぱり大きい。はい、シフォンはどんな人に当てると思いますか？はい、3店舗とのお客様の年齢層が全然違うので、明るく話せて誰とでも話せる方が向いてるかなと思います。スピードや技術力も向上できるので、指名100人は当たり前って言われる美容師さんが おすすめかなと思います。え、先輩たち見てても指名数すごいなとかって感じ？指名数結構すごい、1年とかで80人くらい指名くるらしいので、100人は当たり前って、もう2年目ぐらいかな、はい、言われるみたいです。すごい自分が描いた、ね、美容師になれるようにこれからも頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。はい、最後にこの動画を見てくれてる人に一言いいですか？あ、はい、この動画を見て少しでもシフォンがいいなと思ったら、うん、ぜひ待ってるのでお願いします。お願いします。ありがとうございます。